怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。僕聞いて一番びっくりしたことが、今回一般参加枠七章さんだけですよって言われたことだったんですよね。皆さん芸能の方なんですかっていう状態で来たんですけど、よろしくお願いします。七章と言います。ぜひ覚えて帰ってください。僕のあの話はもう本当に怪談ですけど、大学の時の友達がですね、から聞いた話なんですよね。で、彼の、ちょっとまた聞きになっちゃうんですけど、彼の小学校か中学校の時の友達の女の子が、なんかそうえげつない怖い話を、怖い体験をしたことがあるって言ったんで、聞いたんですね。で、ちょっと仮にですけど、その女の子の名前を香里さんと、しておこうかなと思います。で、その香里さんっていうのが住んでた場所っていうのが結構その田舎の方なんですよね。で、なんですかね、田舎なんですけど畑とかの農地がいっぱいある中で、こう新興住宅街みたいな感じで、もう家がポン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 って並んで、新しい家が並んでるみたいなところの一角だったらしいんですよ。で、その一番端の家で、隣がなんか電車が走っていて、それもなんかその田舎の本当に単線って感じですよね。一本だけ線路があって、その地元の人だけが使うような、電車になってて、で、彼女の家はその横だったんですよ。で、電車が通ってるんですけど、なんか踏切があるらしくて、その踏切っていうのがまたその遮断機とか警報機とか一切ない、ただなんかこう地元の人がなんか農家さんとか通るときに使うような、あ、まあ気をつけて通ってねみたいな感じのレベルの、まあ場所だったらしいんですよ。それが家の前にあったんです。で、そんな彼女香里さんが、高校生の時に家の自宅の2階に自分の部屋があるんですけど、そこでなんかこう夜10時11時ぐらいですかねにこう机で勉強したんですよ。で、あー疲れたって言ってパッて行って窓見たんですよね。そしたらまあカーテン開いたんですけど、夜なんで反射して自分の部屋が見えるじゃないですか。で、その中になんか一箇所だけなんかオレンジ色に光ってるのが見えたんで、え、何これと思ってこう顔をグーって近づけたんですよ。そしたらそれなんてことはない、自分の部屋じゃなくて外のその踏切の横のところにあった街灯だったんですよ。で、その街灯がポッとオレンジ色が明るくて、あ、そうか、ここ一本だけ街灯あったななんて思いながら、あ、なんだって言って顔を離したんですよ、一瞬。ですけど、あれ?と思ったんですよね。パッとよく見ると、そのオレンジ色の街灯の下のところに人が立ってるんですよ。うわ、え、こんな時間に、こんな場所で?みたいな。地元の人しかいないような場所なんで、え、誰だろうって思って、それじーっと見てたんですよ。で、その人っていうのが、なんですかね、こう、長袖、長ズボンで、なんかフードみたいなのかぶってて、こんなんしてる。立ってるんですね、ずっと顔が見えないですよ、こうやって立ってるんで、誰だろうって言ってこう2階からこうやって見てて、気持ち悪いなと思ってカーテンをシャッと閉じたんですよ、その日は。で、その日はそれっきりだったんですけど、また翌日同じぐらいの時間帯に、まあ部屋でこうボードしてて、またパッて見たらいたんですよ、同じ人が。多分同じ人なんですよね、フードかぶっててこうやってやってるんですよ。え、またいるって思って、で、気持ち悪いからまたカーテンをシャッて閉じようとしたんですけど、なんかこうちょっと好奇心湧くじゃないですか。誰だか分かんないけど、家のすぐ目の前の踏切のところに人がいると、え、誰だろうって思いながら、こう閉じ切るわけではなく、ちょっとだけ隙間開けて、そうすれば向こうから見えないけど自分から見えると。だからこうちょっとだけ隙間開けて、こうやってチラ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 、もう数十分おきとかにこうやって、まだいんのかな、まだいんのかなってじーっと見てたんですよ。でも何度見てもずーっとこのまま立ってるんですね。で、マネキンかなんかかなってぐらい全く動かない。で、普通なんか誰かを待ってるとか何かしてるんだったら、例えば携帯取り出してなんかこうやってやってるとか、なんかうろちょろ歩き回ってるとか、どっか行っちゃうとか、まあ動くと思うんですけど、一切動かないんですよ。で、ずーっとこのままこうやってやってる。で、うわ気持ち悪いなって思って、さすがにその彼女もこれはやばいかもしれないと、このままずっと夜中中朝までいたら、これもしかすると朝とか私学校行くときにバッと襲われたりするかもしれない、待ち伏せされてるかもしれないと、うわ怖いなと思って携帯電話開いて警察に電話しようかなと思ったんですよ、一瞬。なんですけど、いやでもこんなんで大事にすんのもなと思いながら、ちょっと迷って結局閉じて、まあちょっともう少し様子見ようかなと思ってもう一回チラって見たんですよ。そしたらさっきまでこうやってずっとこうやってやった男の人がこうやって顔上げてるんですよね。でうわってなって、え、なんなん見てんのこっちって思って、ちょっとパニックになったんですけど、でも見てるとは言ってもカーテンこんな隙間だから見えるわけがないと、大丈夫だと、安心しよう安心しようって、ただ顔を開けただけだって。
で、まあ、輪郭的に、まあ、さっき言っちゃったんですけど男の人っていう感じがしたんで、うわーなんかフードかぶった変な男の人いるなっていうので、もう、うわ怖いって思ってたんですよずっと。でこれチラ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 見てたんですけど、その男の人っていうのがずっとこうやって見てるんですよね、やっぱり。で見てるなと思ったらにーって笑ったんですよ。でこっから下しか見えてないですけど、でなんで笑ってんだろうって思ってじーっと見たら、その男の人そのままスススススススってこうにーって笑いながら後ろ向いて動いてって踏切の中に入ったんですよ。で踏切の中に入ってまた振り返ってこう2階の方をこう見上げながらって笑ってるんですよね。で気に悪いと思って、気持ち悪いなと思いながらこうじーっと見たんですけど、次の瞬間パーンと音がして電車がダダン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 ってやってきたんですよ。で線路の中に上に立ってるんで、えっと思ったんですよね、香織さん。でずっとえっえっえっと思ってる間に電車がバーンってドーンっていって、そのフードをかぶっている男の人跳ねてったんです。うわー跳ねられちゃった、えっ事故自殺えっってなって、でもびっくりしちゃって、彼女目の前でやっぱ人が引かれちゃったっていうのがあったから思わず立ち上がって、で2階の自分の部屋から出てって、で1階にお父さんとお母さんいたんですけど、ちょっとごめん出てくるって言って、もう目の前だからバーって行って、もうサンダル突っかけて行ったんですよ。でこうパッて 見たら普通に線路があって、もう飛ばされた瞬間が見えちゃってるから見えないんですよ、その辺にはいない感じがするんですよ。でうわーっと思いながら近づいてって中覗き込んだけど、線路の上とかにはなんかこう血だまりがあったりとか、なんかね事故ってなんか遺体が転がったりとか、何もなくて、あれと思いながら、その状態で、まあ、さっきその男の人が立ってたところですよね、オレンジ色の街灯の下で自分がこうやって行ってふって振り返ったんですよ。そしたら、まあ、今出てきた自分の自宅家がありますよね。で玄関があって、まあ、見えてるんですけど、スッてって視線を上げたら2階の窓が見えるんですよね。で自分の部屋が見えてて、でカーテンがバーッと開いてて、こう蛍光灯の明かりがファーッて漏れてるんですよ。それをぼーっと見てたんですけど、あれ?と思ったんですよね。私さっきカーテン開けたっけなって、開けてないんですよ。そもそもさっきうわって言ってびっくりして立ち上がって出てったんですけど、その前ずっとカーテンギリギリ閉めてるんで、えって思って、私カーテン開けてないよな、パッて開いてる、おかしいなおかしいなおかしいな、なんで開いてんだろうっていう風に思ってる最中、ずっと見てたら部屋の一番奥の方からズズズズズズってさっきのフードをかぶった男の人はそのままの状態出てきたんですよ。うわーってなって、なんでいいの、なんでいいの、だってなんで私の部屋にいるの、おかしいだ、さっきここにいたじゃん、離れたのよって、なんでいいのってなって、でもいるんですよ。でこっちねちょっと逆光が見えづらいんですけど、こっち見下ろしてちょっとやっぱり口元がにって笑ってるみたいなんですよ。なに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 って言って、もうガタガタ震えながら、どうしようどうしようどうしようって言ってそこで立ち尽くしてたら、次の瞬間向こうに見てる男の人いるんですけど、そこじゃなくて自分のすぐ左側の耳元から、はいだよっていう声が聞こえたんです。って言って見を押されたんだけど、それ入れてよって言われたんですよね。あ、私の部屋にか、もうそう思った瞬間にギャーって言って叫びながら、もうどうしようもないから玄関までバーって行って、でそのお父さんとお母さんが一階にいたから、お父さんお父さんお父さんって話しの部屋に誰かいるっつって行って上までとりあえず連れてってもらって、もうドア開けてって言ったらバッと開けてもらって、だけどそこには何もなかったんです、誰もいない、ただただカーテンは全開で窓が、まあ、見えていたということらしいです。はい、以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コアチャンネル登録をよろしくお願いします。